マヤ35系客車は、北海道旅客鉄道の軌道検測用の事業用、客車である。従来使用してきた高速軌道検測車のマヤ34型が製造から39年を経過し、老朽化が進み、メンテナンスが困難になりつつあったことから、これを置き換える目的で2017年4月12日に導入が発表された、在来専用軌道検測車である。製造費は、 約14億円で国からの支援を活用した安全投資の案件として製造された。製造は日立製作所が担当した。2018年4月5日に報道陣に公開され、同年4月10日から検測を開始した。マヤ34型同様に国鉄客車の不満規則を概ね踏襲し、マヤ34型の次の形式であることから、マヤ35型としている。 事業用客車であるが、機関車による牽引のみならず、キハ40系機動車を前後に連結した、機動車によるプッシュプル運転にも対応する。東日本旅客鉄道の事業用車両である E491 系電車をベースとしたアルミニウム合金製のダブルスキン構造で、車高が一般の車両に比べて低くなっている。台車に取り付けたセンサーにより、レール幅や工程、 摩耗や歪みを計測するが、北海道向けならではの機構として、軌道測定方法を変更し、線路に雪が積もっていても測定できるようになった。建築限界の測定も、硬派で自動測定が行えるようになっているという。外装は、北海道新幹線用の H5 系と同じ緑をベースにした塗装を採用し、紅葉をイメージしたオレンジと雪原をイメージした白のアクセントが入る。 ありがとうございます。